7. しぐれ火山の火山帯。中央右が七十三峰、中央の平地がカルデラ床。七十三は岩手県の北西部に位置する山。標高1063がメートル。八万大市にあり、新日本百名山や東北百名山に選ばれている。日に天候が7回も変わることが三名の由来と言われる。7. しぐれ三峰は、 約110万から90万年前に活動した七重火山を構成する溶岩ドームである。七重山火山の中心部には多代平カルデラがあり、多代山、ケナシモリ、章田家、学が外輪山を形成する。なお、七重山法はカルデラ形成後に成長したものである。七、シグレ火山は活動をすでに終えている、いわゆる主火山であるが、 1823年、1933年、1935年に、明堂の記録がある。山麓は、古くから、南部場の産地となっており、現在でも落農が盛んである。また、水沢競馬場では七次優勝が設けられている。七、しぐれ三方の南面の山腹を、龍火住み道と言われる。 道の区北部と出羽北部を結んだ横断路が通っていたことが三大実録に記述されて、折、流れ霞道、流れしぐれ道、龍河道などの様々な読み方をされていた。江戸時代には、再陸を森岡から平立て、寺田、あばらや、田山、米城川水系沿いに、花輪まで続く街道の数の街道が通っていた。南西側の中原には難所である車の相当下が、 あったが、江戸期には、おさ、沢鉱山の輸送路として五道三道と呼ばれ、森岡を結ぶ最短ルートとして利用され、南陸の寺田は、宿場として栄えた。1790年、10月1日、高山被告郎は、あばらや村から峠を越え、寺田神殿に宿泊した。新町塾を出て78町にして、土橋を渡り手登る。七十という、 大道一里半上りて一里半下る。頂上に鳥居あり。旅人の道を違えざるためとぞ。降りて神殿。家六軒あり。頂きよりくれて、新田作絵んなるものに宿りを、骨不ふて宿す。新町より大道再二東南に来る。七、しぐれ起こす時に風激しく稀にあるところの小を、見るに落葉してぞありける。 日に七度しぐれるるとて七十と名付けたりなん聞くと記録している。七十山は二つのピークがある。右上の写真では、右側が南方で、左側が北方である。一等三角点があるのが北方で、山頂からは、田代平高原や岩手山などを見渡すことができる。南方には、岩手山と同じ石の獅子や玉のゴン様が祀られており、 姫神山や八万体の山々も遠望できる。登山口は3カ所あり、いずれも日帰り登山が可能で、田代平放牧場の田代平登山口は駐車場、トイレが整備されており、西の高清水登山口には、数の街道七十一立下があり、南の西根寺田登山口は、かつての数の街道である。北側にある、田代山は、七十三層入り口から、 500メートルほど、足の側の道路の脇に登山口がある。牧場の柵沿いに、牧場を横切るように道がついている。牧場を登り切ると、作業道に出るが、そこから細い道を、山の方に入る。ジグザグに折れ曲がった、登山道で登ると、約45分で林が切れ、せすなき騒南の石踏みの場所に出る。 そこから曲がった道を登ると15分ほどで尾根の暗部に出る。この暗部はパラグライダーの飛行地点となっている。ここから右に笹に覆われた道を行くと往復30分で小牧立である。左に行くとおよそ10分で田代山である。田代山から戻っても良いが、さらに味方沢山を経て三山道口まで重走することもできる。 タシロタイラ高原駐車場から登山口まで徒歩5分、三三道口まで徒歩20分程度である。ありがとうございます。